秒というふうな生タイムを記録されてますが、まあ、ちょっとスタートを失敗したりしてたんで、そうですね、NL クラスウォーミングアップ辻本選手もヒート目上げてくるんじゃなかろうかと思います。さあ河本選手、音がかっこいいですね。やっぱ600となるとこの4気筒の音が会場内に響き渡りますね。さあ最後スラロームを終えて、左ターンでゴールです。タイムは2分7秒8です。お疲れ様です。さあクラスが変わるので、辻本選手が走り切ってから次のクラスが出発になります。さっきの河本選手は3秒ぐらい上げてるんですかね。かなり2ヒート目皆さんタイムを上げてきてますね。しかもこれまだ C クラスですからね、クラス飛び越えちゃって A に上がるんじゃないみたいなタイム。さあさあ辻本選手、本人の中ではなんかツイッターを見る感じだと悩んでるというか苦しんでるというか、自分のペースでやっていけたらいいんじゃなかろうかと思うので、今日の辻本さんはですねミスコースもしてないし輝いてるなっていうふうに個人的には思いますね。しっかりタイム残していただきたいと思います。でも走り見てると多分1ヒート目よりはポーンとタイムを上げてくるんじゃなかろうかと思いますね。さあリズムを取って最後スラロームを終えて、左ターンで、無事にゴールです。タイム2分17秒6、2分17秒6、お疲れ様です。